ビ<ズ>南太平洋の島国トンガで1月15日に発生した海底火山の大規模噴火噴火は非常に強力で火山灰の巨大な雲のほか放射状に広がっていく衝撃波も衛星から観測されましたさらに津波注意報が発令された千葉県勝浦市です こちらでは臨時の避難所が設置され住民の方々が一夜を沸かしましたおよそ8000キロ離れた日本でも広い範囲に津波警報や注意報が出され市民が避難高知県室戸市では漁船が転覆するなど一時騒然となる事態となりました噴火したのは首都ヌクアロファから北におよそ65キロ離れた フンガトが実はこの火山去年12月から活動が活発化していて大規模噴火の前日の14日にも噴火が確認されていました15日の大規模噴火に伴う津波などの影響でこれまでに現地在住のイギリス人女性ら3人が死亡14人がけがをしました 電気やインターネットなどが遮断されトンガ政府は全人口10万5千人のおよそ84%が被害に遭ったとしています噴火から1ヶ月現地の WHO 世界保健機関の事務所で職員として5年以上活動している瀬戸谷雄太郎さんは噴火当時の様子を生々しく語りました 噴火が起こったとき、僕は一応あったので、ヌクワロファ市内の自宅にいたんですが、ちょっとくつろいでいたら、なんだろう、大砲のような音がドーンって聞こえてきて、その後窓ガラスがバタバタバタっていうふうな音を立ててっていうことがあって、驚いてま外を見たんですけど、何もわからなかったんですが、何回か繰り返された、4、5回ですかね、繰り返されて、その前からあの火山の状況はあったので、火山かなっていう。 な印象でした多くの,あの特に内陸に住む人たちにとってはその噴火のあとしばらくして、えーとまあ、小さな石つぶてみたいなものが降ってきてその後細かいあのあの灰が降ってきたんですけれども、まあ、その被害という面ではその、えー、と火山によって引き,引き起こされた津波です、ね、にかなり沿岸部あるいはその、えー、とハーパイ諸島の方の津波が 離島ですとか、そういうところはかなりその津波によって壊滅的な被害を受けています瀬戸谷さんは、被害が甚大だった小さな島々などで、支援が長期的に必要だと強調します急性期の支援については、まあ、あの医療も含めあのされてるわけですけれども、今後、その長期的な支援については、これから始まるというところでまたコロナに入ってしまったりしているので、かなりあの長期的な支援が必要だと思いますね。例えばその えっと、流されてしまったあのクリニックの再建ですとか、あるいはあの水道システムの整備ですとか、あとその島によってはソーラーで発電してたりしてたわけですけれども、それが壊れてしまったので、それを直したりとか、そういうあの今までずいぶん蓄積して、えー、それぞれの島の生活の向上をあの少しずつしていたわけですけれども、それがいっぺんにまた流されてしまったので。 そのいくつかの島についてはそういうところをまた力直していくというような形だと思いますのでそういう継続的な支援長期的な支援というのは必要となっていく,っていくと思います一方噴火した火山からおよそ250キロ離れたババウ諸島に住むルイ・タカ子さん。 噴火から一ヶ月がたった今も、電話がつながりにくい状況が続いていて。島の住民が所有する衛星電話を借りて、取材に答えてくれました。今、まあ、結構苦しんでるのが、そのまあ、火山噴火で、まあ、火山灰を受けたり、津波があったり。えっと、その、それと同時に、まあ、コロナも出てきてしまって。新型コロナの市中感染拡大により。 2月上旬から始まったロックダウン。その影響で食料などの荷物が届いておらず、状況は悪化していると嘆きます。まあ私たち住むババウ島の離島はその本土からトンガの本土から荷物がフェリーで送られてくるんですけど、今フェリーも飛行機も全部止まっている状況なんですね。 一週間二回ぐらいですね。一週間に二回来てるものが全くゼロになってしまったということですね。そうですね、ゼロです。だから今はお店に本当に物があんまり残ってない状況になってきてます。銀行とかが、あの、インターネットシステムが使えなくて、お金は下ろせないという状況がかなりその噴火後ずっと続いてるんですよ。で、まあ,今日あの、少しずつ復旧をし始めてるんですが、やっぱりお金がない、あの、 食料がないという状況は、えー、噴火してからやっぱりずず,ずいぶん悪化してますね世界有数の火山大国日本でもこのような大規模噴火の可能性はあるのでしょうかテレビ東京解説員の久保田雅です今回のこのトンガの海底火山の噴火ですがこの火山としては千年に一度の規模だと言われています で実は日本でも将来これを上回る規模の大きな火山噴火が起きる可能性というのは決して否定できないんです。ちょっとこちらをご覧ください。これは火山爆発指数というものなんですけども、えー、噴火の規模をその噴出物の量で0から8の9段階で示す指数なんです。で今回のトンガの噴火はこのあたり、爆発指数が5から6と見られています。 これは20世紀最大の噴火とされる1991年のフィリピンピナツボ火山の噴火に次ぐ規模にあたりますもちろん21世紀では最大規模の火山の爆発噴火ですで、日本は世界有数の火山大国です火山噴火予知連絡会の認定では世界の7%にあたる111もの活火山があります でこの活火山というのはおおむね過去1万年以内に噴火した火山および現在活発な噴気活動のある火山のことを指しています、まあ、かつては旧火山あるいは死火山という言葉もあったんですけれども今はこれは使っていません記録に残る日本の火山噴火では遠く江戸にまで火山灰が降りました1707年の富士山宝永噴火の火山爆発指数これが5でした。 そして、千七百三十九年の北海道の樽前山噴火も五でした。天明の大飢饉を起こした、千七百八十三年の浅間山の噴火が四。桜島と大隅半島が陸続きになった。千九百十四年の桜島大正噴火も四とされています。全島民の避難となった。千九百八十六年の伊豆大島三原山の噴火や。二千年から二千二年の三宅島小山の噴火は三とされています。 そして記憶に新しい火山災害は2014年に起きた御嶽山の噴火です死者行方不明者63人を出す大災害となりましたで気象庁によりますと日本では18世紀以降10人以上の死者を出す火山の噴火は20回以上発生していますそしてトンガの噴火を上回るという 火山爆発指数7以上にあたる破局噴火とも言われる噴火がですね、かつて日本でも起きているんです。およそ7,300年前に鹿児島県の薩摩半島と屋久島の間の海底で起きた機械カ,カルデラ噴火です。火山灰が遠く東北地方にまで及んだこの時の噴火では、海を渡った火砕流が到達した九州南部の縄文文化が滅びたとも言われています。 でさらに古いおよそ9万年前に起きた阿蘇の大噴火では、えー、富士山噴火の1000倍以上のエネルギーが出たとされました火砕流は九州の大半を襲いそして山口県まで到達しましたで火山灰は、えー、朝鮮半島からロシア沿海州北海道にまで降ったことが確認されているんです。 政府の地震調査委員会は今年に入って南海トラフで無効四十年のうちにマグニチュード八から九、つまり巨大地震あるいは超巨大地震が起きる確率を九十パーセント程度とそれまでよりも引き上げました。それまでは八十パーセントから九十パーセントとしていたんですね。巨大地震と火山活動に関連があることはもう科学者の間では定説です。冒頭に世界の活火山の七パーセントが日本にあると言いました。 で実は世界で起きているマグニチュード6以上の大きい地震の20%つまり5分の1が日本とその周辺でで起きているんです次の巨大地震や直下型の大地震をです、ね、ここに目を向けるのは当然として今回,今回のトンガとかあるいは日本の災害史をひも解けば 火山噴火への注意、警戒、科学的な監視をしっかりした上で、それが起きたとき、あるいは起きそうなときに、一体どうやって国民の生命とか財産を守るのかということを考えておくことは、何にもまして重要で、そしてこれが国の大きな責務と言えるんです最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。 テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして動画配信サービス、テレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろししくお願いいたします。